皆さんこんにちは、滝沢亮です。ごめんなさい、ちょっと顔をテカってます仕事終わりです。バターの、メイキングを、またしも作らせていただく運びとなりました。セルフメイキングメイクですね、第2弾をやらせていただきます。前回の動画の方にも、コメント、そして、バターのダンスカバーの方にもたくさんコメントありがとうございます。すごく、日々の励みになっております。そしてですね、なぜ私がこの自撮りを撮っているのかと申しますと、果たしても副音声をさせていただきます。動画の中でね、本番撮っている時にいろいろ僕が喋っていればね、撮れたかとしていろいろ使えるんですが、喋っている箇所が、もう3箇所ぐらいしかございませんでしたので、またしても副音声でカバーさせていただきます。楽しい動画になっていると思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。一緒に楽しむっていうのもね、おかしいですけどもね。バターのメイキング動画楽しんでください。 3,2,1 GO! さあ、ということで早速ね、打ち合わせをしているあのところなんですけれども、これはですね、曲が始まるその前のねカットのところの打ち合わせをしています。あの階段から降りてくるところなんですけど、これね、もともとあの最初イメージしているカットではなくて、あのたまたまね撮影スタジオに雰囲気のいい階段がありまして、それを使おうっていうね、こう現場でね、あの新しく思いついたアイデアだったんです。だからこれはすごくね、あのラッキーでした。さあ、バターの撮影を行います。ベロベロ、それだけの前に映ってたのじゃん。結構踊りっぱなしみたいな感じになるんですけど、倒れないように頑張ります。さあ、素敵なロケーションに囲まれながら、滝沢一発目のバター始めるところでございます。これ最初ね、シンプルな音で始まるんで、結構ね集中してると思います。さあ、いけるのか。おー、いけたっぽいですそしてその後見てください心配で振り確認してますはい、大丈夫です。続いては皆さんお待ちかね、サングラスの撮影シーンをお見せしたいなと思います。突然出てきて突然消えたあのサングラスはどういう風に撮ったのかというお話なんですけれども、皆さんの手前に見えます男性スタッフさん、お分かりでしょうか。この方は男性スタッフさんではございません。前回のメイクアウィッシュのダンスカバーを一緒に踊らせていただいた太一くんがサポートに駆けつけてくれました。太一、太一、太一、太一くんが首からね風呂敷をぶら下げてくれているんですけど、あの私がそこにねサングラスを投げるというプランでやろうということになりました。これはかなり未知数でしたね、怖かった。さあ、ここでテンション爆上がり中の滝沢が何か思いついてしまったようです。これちなみに一回あのサングラスを太一くんから投げてもらうパターンやってたんですけど、そのコッ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 フーってきたら飛んできたのをキャッチして、でここはもともと後ろポケットからねサングラス出す予定だったんですけれども、投げてもらうことにしました。
責任重大です、責任重大ちなみに言うと俺ここら辺で動いてるから俺にぶつかんないけど しない方が、はい、あ、これ流れでやってるっていう、うん、こっからですね。そしたら、ここからでどこまで？ここからはひたすら踊り続けていきます。後半も楽しい振り付けが本当多くて終始ね笑顔が絶えない撮影でした。これちょうどこう大中小みたいになってるんですよ僕らの僕らの身長さんって小ライス中ライス大ライス今これ見てなんか確かにそうですよね。バランスいいっすね。改めてないかな。そうですよ、彼にバランスいい正解なってないや一番通ってますね。おお。高江さんがだんだんなんかビームスの店員さんみたいな。確かに。接客でしていただいて。さあこんな感じで、まあ、またしてもね拙いメイキングだったんですけれども楽しんでいただけましたでしょうか。このバターという楽曲がやっぱりとにかく明るくてそこに引っ張られるように僕たちも常に笑顔でね撮影できていたんじゃないかなというふうに感じております。なんかこうやって喋ってるとさやっぱ副音声あった方がいいな。撮れ高がないって思ってたんですけどここで説明できるって考えたら逆にちょっと気楽かも。撮影当日楽しんでいただけてたら幸いです。ありがとうございました。はい、ということでデレレバター取り終えました。ありがとうございました。いやいやいや結構こう明るくてねなんかこうキャッチーな振りな印象だったんですけれどもこうしっかりコピーしてね、ダンスカバーさせていただくと本当に大変でやっぱりこう K-POP のダンスカバーってこう見た目以上のね
ハードさがあるんだなっていうことをね、改めてこう勉強させてもらってますけれども、今回の曲もねすごく明るくて、僕たち自身も楽しみながら踊らせていただきましたので、ぜひ皆さんたくさん見てください。バイバイ。すいません皆さん、一つね言い忘れました。見てください、バター。